まりました。月城明の星に願いをです。イエイエイ。大きい、大きいな。ありがとうございます。はい、本日もですね、メイン MC を務めさせていただきます月城明です。よろしくお願いいたします。そしてチャッターさんの、私秋吉亮です。お願いします。はい、ありがとうございます。拍手が大きい、大きい。はい、そして、はい、サブ MC でいいの？サブ MC 今になってない。はい、鈴木めこちゃんです。よろしくお願いします。はい、そして今日はなんとですね、素晴らしいゲスト様お呼びしております。能楽師の高橋渉さんです。どうもこんにちは。素晴らしい。どうもこんにちは。して方宝生流、能役者の高橋渉でございます。本日はよろしくお頼み申し上げます。よろしくお願いいたします。重みのある挨拶ですね。硬いですか？ラブに入りは全然ない。こんな鳴りしててね、皆さんこんにちは、高橋渉です、よろしくね、ファイトファイトって言うと、言わないでしょ。素晴らしいじゃないですか。それはそれで、美味しいから。ある程度はやっぱりちょっと、ね。ありがとうございます、本当に。はい、この番組はですね、さまざまなアーティストさんをゲスト様にお迎えして、ゲスト様の人となりや活動をご紹介する番組でございます。ユーストリームにご登録いただきますと、チャットで私たちと会話ができます。高橋さんに何か聞いてみたいことですとか、質問がある方はぜひぜひチャットで参加していただければなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。そして観覧車さんも今日はいらっしゃっております。ありがとうございます。声が聞こえますね。ありがとうございます。はい。はい、そして今日のおめざを紹介したいなと思うんですけれども、はい。はい、早速。その前にじゃあ、はい、チャットの方参加1名さんですね。はい、みめぐみテトラちゃん。あ、テトラさん。テトラさん。ありがとうございます。こんにちは。やすみげた。はじめましてですね。はい。はじめましてですね。こんにちは。ありがとうございます。はい、というわけで、はい、おめざですね、はい、今日は実はですね、まず、お団子からいきません？お団子からいきますか、うん、あ、じゃあお団子からいきます、明日がね、十五夜ですね。そうですね、明日が十五夜で、月見ということで、はい、はい、で、実は吉祥寺、私吉祥寺なんですけど、はい、吉祥寺に天野というね、お菓子屋さんがありまして、はい、そこの今限定、お月見の時だけの限定のお菓子を今日、持参いたしました。ぜひ皆さん、お月見団子ですね。こちらは本当に作りたてのね、握りますね。ちょっと待ってください。斜めにしてもらって大丈夫かしら。ちょっとフィルムが外した方がいいよね。だんだん反射しちゃって。作りたてな感じですもんね。はい。本当に。お月見お月見ですね。お月見団子と書いてありますね。こちらですね。素晴らしい。ちょっと可愛く並んでますね。ポロッといかないようにね。ちょっと気をつけてストッパーかけます。ツヤツヤですね。ツヤツヤですね。これ本当本日中に、なんか、米なんだっけ、もち米だけを本当に使った純粋な餅らしい。中がさつまいものあんこらしいです。はい、入ってるんですか？入ってるらしいです。はい、これはすごい。僕もまだ食べたことないんで、ちょっと僕もお腹空いてるんで、ちょっともうペロッといきたいですけど、どなたかぜひぜひ高橋さん、ゲスト様に、リスト様が、はい、高橋さんにぜひ、はい、お持たせです。すいませんが、はい、じゃあいただきましょう。はい、自分で言ってどうすんだよ。思ったせいです、今なんて。すごい、つやつやですね、本当に。すごいですね。本当はなんかね、用事とかで食べた方がいいんですかって言ったら、いや、もう手でがっつりいってくださいっていうお店の人に言われたんで。本当すごい、すいません。もちもちです。はい。どうですか、中。ああ。めっちゃ、表情がめっちゃ、うわぁ。めっちゃ、それはそうです。すごいキラキラしてましたね。さつまいもがね、さつまいもですね、うん、来ますよ、来ます。うわ、あ、じゃあ、ぜひ、すずみちゃんと、はい、あ、私もありがとうございます。じゃあ私たちも、はい、いただきましょう。じゃあ私も、じゃあいただきます。はい、こっちから、いいよ。すずみちゃん、いいよ。あ、私ですか？いいよ。はい、あまり大きい口開けられないんですけど、
またまたそんな、そう、ここ天野って本来揚げまんじゅうがずっと置いてあるお菓子屋さんなんですけどね、俳優の的間浩司さんと的間浩司さんとか、中村獅童さんとかね、歌舞伎役者のなんかこうよくお店にごひいきしているそうです。そうなんですね、すごい。で、今度大事にね、いただいて。そうなんですよ、そうなんですよ、これが定番の揚げまんじゅうの揚げまんねんっていうですね、足の中、紙が入ってる揚げまんねんっていうですね、こちらが揚げまんじゅうなんですけれども、ちょっと中身をスライドさせて、ちょっと落ちないようにこれ落ちないコロコロしてるんでね、丸々してすごいね、画面じゃ伝わらないですけど、めちゃくちゃいい香りしてるんですよ、これめちゃくちゃ、もう分かりますよ、これこれね、もうね、今空腹なんですけど僕ね、これね、ちょうどね、見てる人はね、10円まんじゅうに似てんじゃんって言うと、全然違いますからね、これ、いや、そんなことないですよ、違いますよ、これなんかいろいろあるみたいで、ちょっといいですか、僕、読んじゃって、なんか、これ、なんか段階があるみたいで、段階？なんかカリカリ段階っていうやつがあるらしくて、それはカリッと香ばしいおまんじゅうって言われて、なんかこれ揚げたてのやつよりちょっと少々時間を置いた方が、こちらなんかそのカリカリ段階になって、非常に美味しいらしいんですよ。で、さらにちょっともうちょっと時間を置くとしっとり段階っていうのがあって、素材が美味しくなるみたいですよ。そしてさらに時間を置くと、柔らかい段階、まあ、しっとりよりさらに柔らかい段階で、素朴で懐かしいおまんじゅう、うん、3段階楽しめる、もちもちな感じも楽しめる、今日よく喋るね、あ、本当ですか、ちょっと前回反省しましたね、ちょっとのっけから飛ばしていこうかな、収束しないように気をつけたいちょっとね、はい、でもこれ本当に美味しそうですね、まず、お月見のお団子から一緒に、食べましょう。あ、先に食べちゃった。いただきます。私さっきこれをね。どうよ。美味しい。うまい。口紅ついた。美味しい。ほらほらほら。後からさつまいもが来るからねこれ。喉に詰まりそうなぐらい美味しい。めちゃくちゃ柔らかくないですか？もちもちしてて、弾力もすごいんですけど、中身のお芋のあんこが、スワンっていなくなっちゃいますね。ね、芋がいなくなるよね。芋がすごい。おいしい。ちゃんとあんって言っても全部潰してなくて、芋のコロコロしたものが残ってて、ちゃんと芋の素材の味がね、めちゃくちゃうまいですよ。甘さ控えめですね。うまい。これ何個でもいける。あとでね、あとでね、今ちょっとね、食べてるだけで何も喋れなくなっちゃうんで、じゃああとでまた。テトロさん、一個ちょうだい。一個ちょうだい。一個ちょうだい。じゃあ次、揚げまんじゅうですね。お母さん、はい、揚げまんじゅうのお味を。はい、一個いただきました。もう食べてる。早い。あら。いなくなってる。じゃあもう一つじゃあいっちゃいましょうか。小さいんだよね、まず。じゃあ、はい。もう味の表現の仕方はね、お三人の方が。艶と色。すみません。いや、本当に上品な。外がすごく硬い。いただきます。カリカリめですね。あ、本当だ。いただきます。どうだ。すごい。うん。どうすか。カリカリですね。なんだろう、香ばしい香りがすごくふわって結構ね、お上品な味ですよね、美味しいです、すごく。じゃあ我々もね、じゃあちょっと後を続いて、はい、いただきます。なんかギャラリーの視線がすごく熱いんですけどね、何お前らだけ食ってんだよちょっとなんか投げられそうですけどね、ちょっとじゃあギャラリーがすごい美味しいですよ。本当に。なんか香りがなんかね、なかなか揚げまんじゅうっていうとちょっと香ばしい香りが定番なんですけど、なんかね、自然の香りがしません？ちょっとふわっと。そうですかね。原料は何を使っているのか。原料ですか？ちょっと待ってください。
多分ね、あの添加物とかをおそらく使っていない、本当に、うんうん、そのまんまよね。添加物使ってない感じなんですかね、よくわかんないですよ、添加物が、あれ、うん、ごめんなさい、ちょっとね、そうですね、でも本当にでもね、原材料はね、すごい少ない、あのそのまんまの味ね、もう膨張剤とか重曹とか使ってま、膨らましみたいなやつは使ってますけど、まあまあ、小麦粉とあんの香りがすごくふわっと素直にこう鼻に入ってくるので、うん、いや、めちゃくちゃ美味しい。鼻でもとか、嗅覚でも、味覚でも、視覚でも美味しい。まず、嗅覚でいただきました。嗅覚で、ね、最初にね、ずっと匂いを嗅いでいて、いただいた時点からずっと嗅ぎっぱなしで。結構ね、割となんかこう、こんな感じだと高そうに見えるんだけど、そんな高くない。結構お買い求め安い、うんうん、ちょっと、これ行ったら絶対買おう。吉祥寺においでの際に。吉祥寺ですね。はい、ああ、もうちょっとこれぜひ吉祥寺来たらね、はい、この揚げまんねんですよね。ぜひ。このカリカリ、カリカリの時のこの今、うん、第一段階は何ですか、もう一度。今カリカリ段階の次の段階ですか、今のカリカリ段階ですか、はい、あ、これはもう揚げまんねん、揚げたての熱々より少々時間を置いた方がおすすめの柚子らし揚げまんねんらしいんですよ。ちょうど今ですね、はい、今ですね、はい、で、あの時間が経つと油、はい、あんこ、このまんじゅうの皮の味が馴染み、はい、カリッとした皮の香ばしさとあんこの優しい甘み、揚げているのにさっぱりとした揚げまんねんを感じていただきますということで、うん、これ素晴らしいです。すごいですね、もうあのお菓子だけでもう10分過ぎております。そうですね、なんかあのすごい食い意地を張っちゃったみたいな、申し訳ないです。せつばちゃんが何の匂いも伝わってこないって言ってるよ。あ、説明ですね、説明はね、じゃあリョークがもう一度ベストの、ちょっと待ってください。え、伝わる感じ、この揚げてるんですけど、そんななんか油なんすかね、そんな油の感じはしないですよね。そんなにしなくて、本当にさっぱり、そのなんですかね、皮の何の香りなんだろうな。でもやっぱりそうだ、やっぱりでもその小麦の多分そのままの香りだと思うんで、それでさらにあんこのやっぱ甘み、結構、まあ、さっきのまんじゅうよりはまあ甘いんですけど、もっと小豆の香りがね、そうですね、小豆のなんすかね、もうすごい甘さも上品というか、すごい美味しいです。お茶が欲しくなった。お茶欲しいですね。お茶欲しいです。お茶が欲しく。お茶にめちゃ誰かお茶立てて。あれ。以前あの前々回の矢野さんにお呼びしないと、今すぐ。美味しいですね。ダメだね。全然わかんないって言われてるよ。全然わからんだって。あの テトラちゃんが今度個人的に教えてあげる、はい、そう、行くのが一番いいかもしれないですね。そうですね、お店に行っていただいて、うん、感じの方が、うん、はい、あ、視聴者様がですね、はい、もう一名来ましたね、はい、まさこみやざきさん、まさこさんね、はい、私の友達です。まさこさん、ありがとうございます。はい、見てください、宮崎さん、ありがとうございました。はい、どうぞぜひあのコメントを打っていただいて、あの一緒に双方向番組になっておりますので、そうですね、一緒に番組を作っていければなと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、はい、そしてあのお菓子のコーナーは無事ですね、はい、無事というかもうすごく美味しくいただきまして、はい、とっても美味しくいただきました。ゲスト様のトークのコーナーでございます。はい、改めましてですね、高橋渡さん、はい、いきなり緊張してきた。じゃあ、あのリラックスしましょう。はい、はい、リラックスしましょう。能楽師ということで、して方宝生流の、方で、昭和44年ですね、はい、44年に、はい、花形見子役にて、小型ですね、小型にて、はい、初舞台、はい、なんとですね、初舞台5歳、うん、5歳5歳でございます。うん、5歳って物心ついてます？いや、ついてないだろうね。お前はこうやって動くんだよっていう風に教わった記憶はあるんだけど、自分が天皇の役なんですけどね、はい、あの子供の役はね、あの実際あの小野の場合っていうのはあの天皇って本当は大人なんだけども、はい、あの義経もそうなんだけども、指定をあの主役の人を生かすためにわざと子供にしたりなんかするんですよ。で、あの僕天皇の役だったんだけど、まあ、実際5歳の時はあのこうやってここに行ってここに座ってここになったら帰るんだよみたいな感じで言われて、自分が一体何の役やってんのかっていうのも全然わかんないけど、やっぱり同じに言われるがまま動く、そうですね、それでも教わったまま動けるっていうのはやっぱり才能ですよね。いや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 、まあね、すごいな、すごい。
5歳の時にその踏んだ初舞台というのはその印象としてはどんな感じだったんでしょうか。いや、きっと覚えてないんですけど、ね、覚えてないですやっぱりもう言われるな。緊張はやっぱりされるんでしょうか。緊張はやっぱりあの普通 の, あの演劇だと、はい、まあ例えばあの大劇場とか行くとどんちょうが上がって、はい、あですよ。で私らの場合は、うん、あの端っこの方に幕があるんですよ。で何もない舞台、何もない状況の中から幕が上がって、何かが出てくる、人が出てくる、物が出てくるっていう風な感じで、そっから始まるんですよね。そうなんですよ。だからあの例えばその幕を通して、幕の中というのはあの世であったり、全く違う世界であったりっていうあれなんで、幕が開いてスッとこうあの、まあ、橋がかりっていうとこから入ってくるんですけど、まあ、いわゆる歌舞伎の花道と同じなんですけど、そこへ入った瞬間にお客さんがなんか、なんか言ってるのがいきなり聞こえてくるんですね。うん、本当は喋ってはそう喋ってはいないんだけど、やっぱり小方が出てくるとなんかこうざわつくんですよ。子供が出てくると、その瞬間が一番緊張するのね。いきなり人前に立つというか、その大勢の前に。そうなの。だから全く世界が違う、その幕の中とこの幕の外のこの舞台の部分っていうのが、あれはね、やったものしか分かんないですね。それを5歳で経験してらっしゃるっていうのはすごいです。それからずっともう、ずっと何年も。そうですね、うん、もう物心ついた時にはもうこれしかやってなかったっていうのは。プロフェッショナルの方ですね。本当に小さい頃からそればっかりこうやっぱり突き詰めるっていうのはね、なかなか人間一つのことを突き詰めるというのは難しいなと思うので、すごいなと。私は能というのがですね、本当にちゃんとしっかり学んだことというか見たことがなくてですね、近代の学習ですとか舞台 の, 演劇の方でしかちょっと見たことがなかったんですけれども、実はですね、今回なかなかお目にかかれない能面を高橋さんが持ってきてくださってるんですよ。見えるかな、今ね、寝てるんですけれども、多分真正面からこう撮ると寝てるんですけれども、こんなに近くで能面を見るっていうのが私たちは初めてなもので、もうそれだけで今すごい変な汗かいてるんですけど、緊張が半端ない、威圧感がすごいですよ、もう撮影から。ぜひよろしければ、能面についてちょっと教えていただければなと。そうですね、まあ、我々は化粧とか歌舞伎みたいに熊取りはしないで、まあ、この年相応の役をやる場合には面をかけないっていう時はあるんですけど、大体やっぱりおじいさんだとかおばあさん、それから女の人、まあ、男の、もともとは男だけの役者だけだったん で女の役をやるときとか、あとは全くそのいわゆるあやかしですね、妖怪だとか、あとは女の人が怒った顔と言われている、はい、まあ犯人ね、鬼の犯人とかね、鬼のね、はい、役なんかをやるときは表をかけるように、なってるんですけど、まあ、表面打ちっていうのはもう元々は聖徳太子とか弘法大師とか、もう面打ちだったという話がありますけど、まあ大体その動物面とかを打って、それでまあいわゆるその天下太平とか五穀豊穣をこう記念する踊りを踊るためにこうお面をつけてやってたっていうのが始まりで、その後に観阿弥世阿弥が650年前に、このストーリー性を加えて、いわゆる今の演劇の走りになった、人が演ずるというね、ことをする上で、その時にまあこう人の表っていうのを作られたんだと思うんですけどね、おそらくその頃って多分演劇自体がなかったんで、人が人を演じるっていうことすら知ら、今ね、皆さん当たり前のように顔の表情を使って、悲しい時には悲しい、ね、あれができるけども、多分当時の人たちって
普通に自然にはなるけどもそれを演技するっていうことが多分なかったと思うんですよね。そうですね、もともとの芝居の概念っていうのが、ね、別にこの書物に書いてあるって残ってるわけじゃないんですけど、おそらく僕が思うにはそれでその何か顔の表情を作れるものはないかっていうことでこの面をつけるようになったのではないかと私は思ってるんですけど、うん、そうですね、本当に実際の人間よりも表情豊かと言ったら変ですけれども、ここまでの表情をなかなかしないなという、すごく和やかだったり、またちょっと憂いを帯びていたり、うん、恐ろしかったり、泣きそうな顔だったり強そうだったりと、うん、本当におそらく当時の方がここまでの顔はしないだろうなという、うん、まあ、簡単にご説明しますと、まあ、これは沖縄の表で、まあ、これはおじいさんの顔してますけども、これはいわゆる神様ですね。本当に今も沖縄というものがありますけど、これはもうストーリー性がなくて、こう お祓いをするような感じで、この1年間また無事でいられるようにという天下太平を記念したお能で、それをやるときにこのね沖縄という表を使って、これはもうおそらくその川見世阿弥の前からこの顔はあったと思います。ああ、ね、それで、まあ、年齢でいうとこれは小面といって、一番女の人の面では顔が年齢若いですね。どちらかというと美恵ちゃんぐらいの年齢ぐらいかなっていうところですね。これ小面という可愛らしい顔してますね。そう、昔のこういう若い子っていうのはこういう顔してたんじゃないかな。綺麗な。でこれは象と言いましてね、少し年齢が高くなった顔面で、これは本当に、月城さんぐらい、私ぐらいの年齢ぐらい女盛りでございますね。はい、はい、すごい。でこれは16という表をですけども、これは若武者の顔ですね。いわゆるなぜ16かっていうと、平敦盛が石の谷の合戦、はい、で、討ち死にしたのが16歳と言われてて、その頃から16という名前がついたんですけど、大体若武者のいわゆる平家のね若武者によくねこれは用いられます。すごく涼しいお顔をされてますね。そうですね、白いですね。で皆さんとゆかりのあるあやかしというね、あやかし、待ってました。これは男の、まあ、化け物というかね、すごい、きめ細かくて、額の血管まで、すごい、そうですね、これは筋あやかしって言って、血管が浮き出ているあやかし、いろいろ種類があるんですけど、これは筋あやかしというね、今にも動き出しそうな、お面と言えないですね。もう人の皮と言ったらいいぐらいの、すごく繊細な作りですね。これはいわゆる船弁慶っていう平知盛が義経が海へ出ると打ち破ったはずの平知盛が幽霊船に乗って襲いかかってくるっていう、そういう時のその知盛の幽霊のね悪霊の顔で出てきますね。で皆さんこれはもうおなじみの般若というね、表です。先ほどちょっと少し教えていただいたんですけど、角度によって表情が変わると。そうなんですね。これはだいたい葵の上とか、いわゆる嫉妬に狂った生き霊の役とか、あと黒塚、我々宝生では黒塚って名付けて、他の流儀だと足立ヶ原の鬼婆、人を喰らうというね、そういう役なんですけど、全部最後の最後の方で改心するんですよね。で、もういたしませんっていう風な感じで改心をするんですが、我々の場合はこの表を変えるわけにいかないですね。そうですよね。顔を変えるわけにいかないので、このままなんです。で、なんかこう一見怖いんですけど、なんか優しそうな感じがするような感じがしませんかね。ちょっと母性がありますね。そうですね。女の人の憂いというか秘めておりますね。でこれが面白いところで、
実際にあのもっと怖い顔にするんだったらば、おそらく釣り目になるはずなんですよ。そうですよね、怒ってる顔というか、ところがちょっと垂れ気味なんですよね、でこの辺にその目のところで、の優しさをこう和らげ、あの怖さを和らげているというかね、だからあの配信してもそのまま見れるという、そういうところにちょっとこうね、ちょっとあの女性らしい柔らかさが少しありますよね。そうですね、まあ、女の人が怒った顔なんですよっていうふうなねことで言われてますけども、すごい、こんなにあの本格的なお面をこう見ていると、なんかちょっと別世界に来ちゃったような感じがしますよね。私たちはあの役者はもうお面を使わずにもうこのままの自分の顔の皮というかであの表現をするので、ちょっと実験をしてみたいんですけど、はい、あのちょっとこの表を使って、はい、でちょっと協力してください。はい、明さん、もしあのちょっとこう、悲しそうな顔を してみて、でももしかしたらっていう希望があるようなちょっと表情をしていただきます。すごい難しい質問そうですね、そうなんです。でこれをこの表で表情ができるかっていうふうなことで、でこの間 の妖怪酒場でもあの妖怪のセリフにありましたけど、あれですね、あの能面のような顔、無表情な顔を能面のような顔っていうふうにね言いますけど、あの実はですね、これちょっと見ていただくと分かる通り、これをちょっとこう下げるとですね、泣いてるように見えると思うんですけど、そうなんで、これをねちょっとこう持ち上げてみると、お、笑ってるように見えません？なんかね、あおりって言ってるんですけど、ちょっとこの部分、うん、すごい。で実はですね、これ下げると目は泣いてるんです。ですよね。ところが口を今とも見ると口は笑ってるんですよ。でこれをこう、まあ我々テルという曇るテルって言うんで、こうあの下に見ると曇るって言うんですけど、これを上に上げるとテルって言うんですけど、うん、そうすると今度は目は笑ってんだけども口がちょっと寂しそうになる。非常にこの表ってあの無表情と言われてるんですけど、実は表情すごく豊かなんです。ちょっとあのセクシーなお顔ですね、今のねお顔すごく非常に若者の、ええ、あのこうやって言われればああなるほどなって思うんですけど、この例えばその女性面っていうのがすごく表情が豊かだったんですけど、うん、男性の面も同じでしょうか？男性の面はね、そうですね、例えばこのこのまあ、男性の面がやかしがそうですね。これもちょっと実験してみましょうか。まずこれ両表情。あ、じゃあ両表情。はい。なんか顔で顔で。いや、あ、多分。あ、私おさめきやね。これやっぱりちょっと少しこう物思いにふけている、まあ怨念のね、うん、でもやっぱりこう少しこう気が晴れるというと少しこう。ちょっと口が笑ってるように言うと思うんですけどね。こんなに違うもんなの、ね、あ、本当だ、笑ってますね。あのね、目のその白目の部分がすごく赤いんですよね。なんかそれが、例えると怖いんですけれども、笑っているように見せるとそれが少しこう柔らぐというか、目も柔らかく見えるんですよね。すごい、すごい、素晴らしい。こんなに違うんだ、角度で。実際の人間とこうやってこう照らし合わせてみても全く違和感がないっていう、お面っていう感じがしないのが、やっぱりこう言われるとああなるほどって思うんですけど、どうしてもやっぱり見てるとわからない、どうしても分かりづらいなっていうんで、それで我々はこうもう本当にごくわずかの形をするわけです。でもアキラさんだと泣くっていうともう泣くでしょだけどもそうですね、結構大きい芝居が、この間の芝居ですごく感心しちゃったんだけど、で我々の場合は泣くっていうと、さっきは曇るって言いましたけど、
実際にはこうつけてますよね、はい、でやっぱり曇るとこう悲しそうになる。で悲しそうになって泣く場合はしおるっていうんですけどね、こう目をこう押さえるわけで涙がこぼれないように押さえる。これがこう泣いてる方なんですね、これはね。そうなんです。でそれでもわからないっていう時はやっぱりあの歌いというのがあって、はい、でそのセリフですね、要するにね、あの地唄いあのコーラスの人たちが言う場合もあるし、自分自身あの役の人が言う場合もあるし、それをこうやるとちょっとこうね椅子に腰掛けてるんですけど、おお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 穴掘り惜しいなっていうふうにこうねあの表情を、加えると、まあ、このまあいわゆるこう全てがこう総合的に重なってこう見るっていうのが能、まあ、なんですね。所作がやっぱり女性のこの所作っていうのが美しいですね。男性がやっぱりもともとはあの女性の役をやるためにっていう、そうなんですね、はい、はい、すごい なかなかねこういったその自分がこう大きなになったりとか、そういうのって演劇だと全部メイクとかになっちゃうじゃないですか、うん、だから多分表情にこう力がいってしまって所作になかなかこう気が届かないっていうところがあると思うんですよね。それを考えると能ってすごいなっていう、表情をこう見せることと自分の手の動き、また歌ってですね、声で表現するっていうのも全て入っているので、起源っていうのはすごいなと思いました、もう当時の室町時代のその始まった頃っていうのは本当試行錯誤で大変だったと思いますね。また、ね、能楽と言われるようになったのは明治維新後ということで記載されていたんですけれども、ね、その前から猿楽というので、はいはいはい、やられていたということなんですけれども、だからもう歴史としては私たちの起源ですよね。もう大先輩の演劇というか演じること、人が何かを演じるっていうのがすごいですね。私は何にせよ今沖縄面がですね目の前にあるのですごくね喋っていてすごいプレッシャーがあるんですよ。神様なので、千と千尋の神隠しとか見てらっしゃった方とかいると思うんですけれども、神様の水の神様、川の神様で沖縄面をこうつけてたと思うんですけれども、神様に処されることがあるということで、うちの近くの神社にですね大きな沖縄面がこう飾ってあるんですけれども、それを見るたびにお祭りの時しかそれが開かないんですよ。見るたびに私は心を新たに素敵な人間になろうと心に決めるんですけど、人間なかなかねなんかちょっと粗相してしまったりとかあるとお祭りに行って怒られに行くんですけどそういう記憶があるので、ちょっと沖縄面が目の前にあるとすごい変な毛穴が開いてきて変な汗かいてるんですけどねすごいですね。で沖縄面は何度かつけられてらっしゃる。いや沖縄っていうのは、まあ、我々の宝生流というのは一応弟子系っていう家元、まあ日本舞踊ですとね、はい、家元っていうのが結構いらっしゃるんですけど、能楽の場合は流儀に一人の家元なんですね。で、そうなんです。ですから宝生流の場合は宝生流の家元が一人いて、はい、我々は弟子家って言われてるんですけど、唯一、宝生流、観世流はもうお家元だけしか許されてないんですよ、沖縄をやる演じるのはね。そうなんですね。で、唯一、他の流儀もあったかもしれないですけど、宝生流の場合は弟子家もやっていいということで、順番でお家元がやっていいですよっていうふうなことを許しをもらって初めてできるものが道成寺とこの沖縄と釈教、それから乱れですね、特殊なお能っていうのがいくつかあって、僕はだから沖縄をつけたのはもう、1回しかないです。一度だけ、はい、そのものばっか余計に毛穴が開きます
放送中だというのに。すごい。視聴者の皆さんもね、何かご質問とかありましたらぜひ、あ、結構コメントがね、たくさん、たくさん来て、はい。あのですね、雅子様なんですね。はい、渡るくん見に来ただけなのに名前呼ばれてびっくりーわらーで、親父ギャグ封印で真面目に話す渡るくん貴重だわ普段親父ギャグ喋るんですか？知ってるくせにあれそうそう、あのね、秋吉くん、ね、僕は、ね、結構進行食べさせていただいて、はい、Facebook では、ね、Facebook とね、くだらないことを言ってるいろいろ言い合って、いやもうね、必死なのよ。だって俺も50よいや、ちょっと待ってください僕もあれですこのね、20代の人たちと関わるにはねいやいやいや心していかないとダメだしいやいや、もうちょっと上手すぎてちょっと僕がついていけない逆についていけない、本当に時々ね、それ何ですかとか言って軽く走られる時あるんですがあ、なんか俺空気読めないんだと思ってちょっとダメだなって思って、あって思って、あ、やばい、やってしまったと思ってしまったと思ってでも大体ついてきてくれてるんで、ありがたいです。はい、本当に相手していただいて、本当にいや、お優しいですもんね、いや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 、そんなね、なんかお優しい、その人となりをどんどん、高橋さんの人となりを視聴者様にこう暴いていきたいなと思っております。今すごくね、こうかっちりと、そうちょっとね、きっちりとした感じの真面目な一面を方なんですけれども、実はさっきの親父ギャグじゃないですけど、そういうちょっとやる回目、すごくお茶目な面も持ち合わせていらっしゃったりするんじゃないかなと思っておりまして、実は今流行っていること、自分の中でのマイブームを用意してきていただけますか、うん、ということでお願いしていたんですけれども、はい、マイブームをぜひ教えてください、はい、いくつかあるんですけども、今は私のマイブームは、まあ、一つは気仙沼ですね。気仙沼、宮城県の気仙沼です。あの被災したあの津波で ね、はい、大変なことになった気仙沼ですけど、はい、なんかこう出会いの街っていうか、僕2ヶ月に一度の割合で地元のお弟子さんに舞台のお稽古行ってるんですけども、非常に不思議な街でですね、いろんな出会いがあるんですね、気仙沼の方で。そのまあ一環なんですけど、今僕のマイブームといいますかね、ここに2枚の CD がありますけども、これメジャーデビューはしてないんです。自主で CD を作って、この鈴木愛さんっていうね、シンガーソングライターがいるんですけど、この子がここって言っちゃいけないな、もうこの方がですね、震災以来気仙沼にも毎月のように歌を歌いに行って、で老人ホームとか幼稚園とかいろんなところを回って笑顔を届けたいって言って、本当にこのアルバム「笑顔の場所」っていうね、アルバムなんですけど、本当に聞くとね、優しい気持ちになるんですよ。で、最初その気仙沼に来てるっていうのは分かってたんですけど、そしたら僕の後輩で上条浩君っていうのが2つ下の後輩でいまして、俳優の金八先生に出てた上条恒彦さんの息子さんなんですけど、やっぱり演出をと、役者もやってるんですけど、その人がこの10月の、末にですね、この幸せの種という上条恒彦さんが久しぶりにこう表舞台に出るというね、で息子の上条浩さんが演出をするという、これだけでも話題がたくさんあって、脚本が坂口さんといって、かぐや姫の物語ですかね、ジブリの脚本をやった方なんですね。そうなんですね。でしかもさらに音楽がこの鈴木愛さんということで、すごいですね。でと思って、それで愛さんに聞いたら、そう、はい、私ですっていうふうな話で、それでもうすごいつながり、もう気仙沼で亮君の友達の友達といいますか、ですね、相方ですね、相方ですね、今井由香さんも気仙沼の写真がアップされてて、そこから繋がって、すごいご縁が、そうなんですよ、すごい気仙沼っていうのがものすごく
僕にとってはマイブームと言いますかね、マイブームって言ったらちょっと失礼なんですけど、本当にパワースポットです。はい、僕にとってはもうパワースポットです。地元の人もものすごくね、もうね、被災地僕らはなんかしてあげたい、なんか元気にしてあげたいって言って思っていくんですけど、逆に元気になって帰ってきちゃうんですよ。ああ、なるほど。なんか優しさがこう溢れてる感じが。はい。でもう一つの私のマイブームといいますか、これはもう昔からも40年ぐらい前からのマイブームなんですけど、はい、ローラーゲーム。何ですかこれは。ローラーゲーム。多分このお三人みんな知らないと思うんですけどね。はい、ローラースケートを履いて、試合をするんですけど。ローラースケートというと光源氏のイメージが。そうですね。光源氏のダンスの先生もメンバーに入ってるんですけど。そうなんですか。小泉博さんというのが今代表で、やってるんですけども、これちょっと去年のねチラシなんであれなんですけど。これはメンバー。はい。メンバーです。今東京ボンバーズっていうと、もう40代後半から50代の人って、あーって思うぐらい、昔日本武道館を連日満員にしてたぐらいの名を馳せてる、はい、もう非常にこのやっぱりこの若い人たちと、それから、まあ、上は57、8の人まで選手がいますので、すごく見てるだけで元気づけられるんです。やっぱりね、高橋さんもこれに出場されしません。見るのが好き。びっくりしました。やったりとかしないですか。ただね、当時学生時代って小学校、僕は小学校の頃だったんですけど、やっぱりローラーゲームごっこっていうのが流行りまして、ゴアスケートを履いて真似をするわけですよ。で、僕はその頃、まあ、いじめられてたんですね。いじめられっ子だったんだけど、共通のその遊びっていうかあって、おいローラーゲームごっこやろうぜみたいな感じでみんなとこう仲良くなれた。あ、素敵ですね。それがだから本当にもう僕にはゆかりのある。これどういうゲームなんですか。なんか見てるといわゆる鬼ごっこなんですけど、はい、鬼ごっこなんかすごい足引っ張ったりとか、そうなんです。ディフェンスとオフェンスが分かれてまして、で、まあ、このちょうどね、今大きなヘルメットをかぶっている人がいわゆるオフェンスって、これですね、これがオフェンス、攻める方ですね。1階の表から3階の裏までやって、でオフェンスチームはそのポイントゲッターなんですよ。この一番大きなヘルメットをかぶっているのが唯一ポイントがゲットできる、ね、これがポイントゲットできる人ですね。1分間のこの方が1分間でどのぐらい相手のチームをの1人人を選手を抜けるかっていうで、1人1ポイントです、1分間に。でだから4人で出てるんで、4人抜いてからさらに5点目をあれする点数を取るには周回遅れでもう1回同じ人を抜かなきゃいけないという。結構大変なんです、スピード。そうですね、はい、でそれでオフェンスのチームはその抜かせようと思ってスピードを殺すっていうかね、スピードをこうね、つけないようにこう、そうなんです、引っ張ると反則なんだけど、こう腕でこういわゆるハンドボールのこう選手をこうやったりとか、ファールスレスレのところ、そうですギリギリ寄せるんだよ。これ怪我とかも大変じゃないですか。そうですね、怪我しない。これは、すごい。ただ怪我すると保険が下りないので自腹でやってるそうだ。怖い。そうぜひですね、いろいろと命がけな感じが。これ危ないね。もうストレス発散をできるようなところがだんだん少なくなってる今ね、これはおすすめでございます。スカッとしますから。すごいですね。なんかそんな、ね、高橋さんのそういうちょっとお茶目だったりする人となりが見えて、なんだか今日はあれですね、見てる方もラッキーな感じですね。私もラッキーな感じですね。なんかすごくちゃんと、ね、お話ししたことがなかったので、まさか親父ギャグとかを言うとは思わないですけど、ご希望とあればいつでも言いますね。ありがとうございます、はい、本当に今日は。というわけで、そろそろですね、委託告知のコーナーでございます。はい。というわけで、まず最初は柏演劇祭について、はい、鈴木美恵子ちゃんから告知を、はい、どうぞ。はい。本日ですね、はい、ちょっとチラシの方をお持ちしました。はい。ちょっとこれ持ってくれる？はい。はい。柏演劇祭、略して柏劇。はい。ということで、
今年第4回目となる柏演劇祭、今年は全11団体プラスアルファが出演し、ワンステージ5団体がそれぞれ約20分間の演目を日替わりで披露していくというものです。で、実はこちらの柏演劇祭にも我々、もののけエンターテインメント企画あやかしの方の出演していただくということで、出演します。はい、で裏にですね、裏にも出演団体さんが、はい、まず日程がですね、9月の13日土曜日から、9月15日月曜日ま で出演団体さんがですね、ABCD で、書かれてるんですけれども、まず A、アーベプラス C ウィズ J さん、はい、アクアモードプランニングさんで、今が旬さん、俺の劇団スーパーデラックスさん、ガキだらけさん、柏市民劇場コテイックさん、でキラピカパンチさん、劇団人の森ケチャップさん、バッタモンさん、ブラックフルーチェさん、でもののけエンターテインメント企画あやかし、はい、でラッキョさん、はい、このハテナっていうのですね、ハテナさんがついに公開されたんですね、ラッキョさん、はい、というわけで、フェイスブックですとか、ツイッターにも柏演劇祭の情報が載ってたりとかしますので、はい、ぜひ、はいはい、一応会場なんですけれども、はい、場所がですね、アミューゼ柏プラザ、JR 常磐線東武野田線柏駅東口から徒歩約5分の場所にございます。はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、もう一つ委託告知がございます。はい、はい、ご本人から頼まれましたんで、はい、じきじきに、はい、実はもう、なぜ私がこの番組に出ているかっていうのは、はい、元頼むと水沢由美さん、そうなんですね、俺たちの旅とか、うん、飛び出し青春とか、うん、昔の あのテレビドラマによくお出にならした方、今また女優の活動を、はい、盛んに、おやりになられてて、はい、で、その方この二人芝居を今月末にやるデンティストというね、はい、ただもうすでに追加公演のみしか残ってないということで、そうですね、すごい勢いで、もうほぼほぼ完売になってしまうんじゃないかという、なんか21日の夜と23日の夜だけはまだ扱いがありますということでしたので、一つ、ご興味のある方は、ゆみさんしましたよ、はい、デンティストっていうのはししう、ね、あれですか、歯ですね、歯医者さんのなんか物語らしいです、デンタル的な、はいはい、で作演出桃井って書いてありますけど、これ桃井かおりさんの、はい、あれだったかな、関係のある方な、ああ、忘れちゃったけど、はい、らしいです、そうですね、はい、そうなんですね、水沢さんにはたくさん2月の私も舞台でたくさんお世話になりまして、りょうくんと私と共演した時にですね、前回ゲストで来てくださった水野さんの作演出ですね、うん、の、はい、舞台短き不在、映像版がこの間、はい、宣伝していただいたんですけれども、舞台版の方で、見に来ていただいておりまして、そこからという感じの、そうですね、水田さん、由美さんとは僕は八王子の NHK 文化センターっていう、はい、ね、はい、カルチャーセンターで、由美さんは英会話の講師で、僕は歌いの講師で行ってて、似てる人がいるなぁと思いながら、その昔のドラマに出てた人ね、で案内見ると本人かなと思いながら、ちょっといつも「あ、どうもお疲れ様でした」って時間が合ってたもんですからね、で「お疲れ様でした、どうも」っていう感じだったんですけど、ちょっと勇気絞って聞いてみようかなと思った、もしかして俺たちの旅に出てた水沢由美さんですかって言ったら、はいとか言われて、あ、そうなんすかっていう感じで、そこから始まったんですけどね、はい、そうだったんですね、すごいご縁が
偶然というか必然というかご縁がすごいなと思って。そうなんですよ。もうあの、まあ、僕はあの Facebook の奇跡という使いようによってはちょっと危ないのもあるんですけど、ね、今のところ僕はものすごくいい出会いが続いてます。はい、私も、はい、そうなんですよ。というわけであのぜひデンティストぜひぜひ皆さんご覧ください。本当にもうあのチケットが残り少ないので、できるだけあの早めにご予約をよろしくお願いいたします。追加公演っていうのはあれですか。追加公演。追加公演は21日の夜と23日の夜ですね。この夜の2つしかないです。はい、そうですらしいです。もうないのでぜひぜひ21日と23日の夜19時半からってことですね。19時半からですね。はい、19時半からで、ええ、あこっちいただきます。そうですね。ぜひぜひぜひ、ここに一応水沢さんと お顔もぜひ、水沢さんの、はい、二人芝居すごいですね。もう大変だって言ってました。本当ですか。二人芝居ってすごい、密がすごいですよね、うん、密度がすごいでしょうね。もうで一応このちょっと歯のマークで公演の内容を書いてあるんですけど、はい、この追加公演ちょっと書いてないんですけど、21と23の夜ね、はい、あの19時半から、はい、で会場があの30分前ということで19時から空いてるということなので、はい、ぜひぜひ、場所がですね、はい、もう一度じゃあどうか、バージャージャン恵比寿ですね、バージャージャンでも恵比寿で最寄り恵比寿か、広尾ですね、広尾駅、メトロ日比谷線の広尾駅の2番出口より徒歩15分、はい、あと白金高輪駅も一応最寄り駅ですね。そうなんですね。はい、そうなんですね。すごい。なるほどで。私も、はい、行きますので、今からとても楽しみです。はい、そして委託告知コーナーではなく、そうですね、ご自身の告知も、はい、私の、はい、番宣に寄せていただいて、豊昇龍の催しとしては月に2回ほど定期公演がありましてね、月並みの音、それから御雲会といいまして、はい、であと年に2回別会といって、もう本当重鎮の方たちが出るものが催しがあるんですけども、この御雲会というのは、まあ、中堅から若手、はい、この9月20日も辰巳一馬君という若手の能楽師が、はい、初めてして主役を務めるということで、私の後にね摂政席という、はい、をやりますけど、私はその前にですね、花畳という、はい、先ほど言ったさっきアキラさんに言われて、はい、花畳で小方で、あ、そうだ、今度俺やるんだそれ、そうなんです、私が初舞台を務めた、小方で初舞台を務めた花畳の今度は指定をですね、なんかすごい戻る、一回回ってきたみたいな感じですね、記念すべき。すごいですね。花語りというのが世阿弥作とされる能の一曲ということで、そうですね、はい、ぜひですね、見ていただきたい、その後の摂政席というのは、玉門、そうですね、玉門の前の、やっぱりあやかしでしたね、あやかし、はい、はい、すごくね、楽しみです。私もこちら見に行きます。正午から水戸橋の本所の能楽堂というところで、チケットは5000円なんですけども、12時から始まりましてね、4番のお能と、それから、2番のお狂言があります。で終了は5時半なんで、結構あるんです、4番あるんで、まあ見方としてはですね、見ていただいて少し休んでいただいて、もう一回ちょっとこう見に来るというね、あとは後半だけ見ていただくとか、全部12時から5時間半、ずっと腰掛けて見ると非常に疲れますので、いやでも贅沢ですね、5時間ですね、もちろん見ていただいても構いません、はい、休憩がある、あ、一応休憩があります、ところどころにあります、はい、今回はお狂言は、はい、あ、三宅さんですね、泉流の、はい、ですね、野村萬斎さんとかと同じ流の萬斎さん、
ちなみに日付は日付は9月20日の土曜日です。はい。1日のみということで。そうです。じゃあ、はい、私はどうも、本当にこの1番だけに集中してやるもんですから、まあ、何度もやってもいいんですけどね、もう悔いが残りますんでね、だけども、いかんせん、客集が見込めないというのもありますんで、やっぱりそこで集中、まあ、それが能のいいところでもあるんですよね。一発の、はい、もう終わるともうで魂抜けちゃいますから、はい、魂抜けちゃう、本当に込めてますからね。ぜひスイートアレンジの面に、面にって興味がある方、演劇関係で興味がある方はぜひいらして、やはり目を使っての演目で、ということを、そうですね、この日は下目のやつはないですね。あ、この16が使われる表もあります。常政というね、16ですよ。常政、平の常政っていって、敦盛の弟と言われているね、平の常政、しっかり覚えてみてくださいね。綺麗な、お顔に、はい、やはりその表情が曇ったりこう晴れたりとかする、その先ほど教えていただいたのをぜひね、私もちょっとこう鑑賞して、あ、今曇ってる、今これ今嬉しいんだなみたいなのをちょっと感じながら見てこようかなと思っておりますので、微妙な変化、あと、もう今日はちょっと表だけの話で終わりましたけども、装束、衣装ですね、はい、これも昔からの衣装もありますし、まあ総刺繍で、刺繍が、ね、絹の証券 の着物で出てきますのでね、装束を楽しむというのもいろいろ、能の楽しみ方は結構いろいろあります、はい、舞台を楽しんだりとか、舞台をね、こうどういう舞台を歌うのかとか、そういうのでいろいろ楽しみ方があるので、ぜひですね、仕切りが高いとか敷居が高いっていう風な感じで言われるんですけども、ちょっとこう興味があって、はい、こういうところに絞って見てみたいなと思ったら、ぜひいらしていただきたいと思いますね。お願いいたします。特に宝生流というのは歌が歌ですね、はい、すごく魅力的だと私は聞いているので、もう今からドキドキです。見る側としてみても、ぜひそれを堪能したいなと、耳で聞いて目で見て楽しめるかなと思っておりますので、ぜひ20日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あきらさんが来てくれるので相当プレッシャーかかってます。まさこさんが、まさこ様が私はちゃんとした、はい、ところが見れてラッキーでした。渡るさんの、はい、どういうこと、ちゃんとの茶が、普段はどんな感じなのかしら、茶がお茶になってます。こちらもシャレになってシャレ使ってます。さすがシャレ返しですね。シャレ返し、まさこさんはね、杉田香織さんのマブダチですから、はい、この間も滝技能に2人で、僕の滝技能を務めた滝技能に、来ていただいて、すごいですね。その時に、いやー、渡るちゃん見直したわっていうか、遅いっていうか。なんか今日はすごいことがありすぎて、ちょっとメイン MC のに頭ぐっちゃぐちゃになっちゃった。今日ね、毛穴は開くわ、大変なことになってますね。もう受信料のかからない、教養番組、月城明の星に願いを今お送りしております。ありがとうございます。本当に、まあぜひね、またぜひ遊びに来ていただければなと思いますので、ぜひお呼びいただければいつでも入りますので、はい、テトラちゃんが柏見に行きますって、ありがとうございます。テトラちゃん、ぜひぜひ能も楽しんでいただきたい。私のぜひぜひ。でもね、あれなんですよ、今福島なんですね、はい、福島遠いところから応援してくれてるんですよ。応援パワーいただいてますよ、いつも。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日初だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。やっぱり舞台の上だとね、また違った緊張なんですけど、こういうのって非常にやっぱり違った緊張感がありますね。はい、ぜひ次回はラムにもっとこう力を抜いてお話ししていただければなと。この間の、ね、妖怪酒場の時に鬼太郎の T シャツを着てね、すごいなんかちょっと合わせて着てきたんですけどね、はい、気がついてくれたのはアキラさんだけでした。ちょっとね、なんかカモフラージュしたような T シャツだったから、そのまま舞台に上がれる感じで、普段使い多くみたいな感じで、
ぜひまた、はい、あの機会があったら読んでいただきたいと思います。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、能楽師の高橋渉さんでした。はい、またぜひ次回も第1日曜日に同じ時間にやりますので、また見てくださいね。バイバイ、はい、バイバイ。